全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。新しく始めたはいいけど続かなかったということありませんか？家で運動をしようと思って買ったランニングマシン、ほこりかぶっていませんか？ダイエットをしようと思って買ったサプリメント、大量に余っていませんか？私も三日坊主の常習犯です。三日坊主を何度繰り返したことか。英語の勉強、朝のランニング、今日あったことを日記に書くなどなど。さて、今朝と晩にオンラインで研修を受けているのです。その研修ではビジネスで必須のスキルを教えてくれるのです。思考トレーニング、文章力トレーニング、コミュニケーショントレーニング、どれもビジネスをする上で必要ですね。ですが過酷なんです。なんと毎日朝30分、夜1時間半の研修なのです。しかも土日も毎日みっちりトレーニングです。それが1ヶ月も続くという超ハードなトレーニングです。1日目は初日ということもあって難なく研修ができたのですが、2日目3日目となるとだんだん疲れが出てきます。あー、なんか疲れたな、眠いなという弱い心がもくもくと込み上げてきました。思えばこういう思いが出てくると、だいたい新しく始めたことを挫折してしまいます。そう、三日坊主です。その研修ではグループワークをするのです。知らない人と話せるので、それが意外に楽しいんですね。気がつけば1週間が経っていました。その頃には面倒だなという思いはなくなっていました。むしろ楽しい、早く研修したいなという思いが強くなっていったのです。次第にただ受け身で過ごすのは良くないな、そうだ、せっかく毎日研修を受けるのだから、その研修の始まる前に10分間だけ瞑想をしようと考えるようになったのです。瞑想の大切さを実感はしていたのですが、どうしても続きませんでした。この半ば強制的に受ける研修を利用して瞑想を習慣化しようと考えたわけです。これがズバリ当たりました。瞑想を始めてから2週間が経っていますが、続いています。まだ坊主になっていません。新しい行動をするのって難しいですよね。またその行動を習慣化するのってさらに難しいですよね。ですが私はこの研修を利用して瞑想という新しい習慣を見事に取り入れることに成功しました。あなたはきっと毎日毎日精神的に辛くて辛くて単調な日々を過ごしていると思います。この現実を変えたいと何度思ったことでしょう。でもなかなか行動ができず悶々としていると思います。それはあなたのせいではありません。うつ病という病気のせいであなたのやる気が奪われているのです。何か行動しないと何も変わらないと思っていると思います。そこで障害年金をあなたの行動のきっかけにしてください。そうです、障害年金を利用してください。障害年金の受給を目指すことであなたの日常生活は今までと変わります。前に動き出すのです。と言っても障害年金での大変な部分は私たちが行いますので、あなたにしていただくことは少ないです。さあ、障害年金を利用してあなたの人生を動かすきっかけにしてください。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。